こんにちは、包丁職人のパーカーです。今回は D2 という鋼材を使って筋引き 240mm を作ります。鋼材に包丁の形を写し取りました。余分な部分をざっくり切り取ったので60番のベルトで外周を整えます。外周が整いました。外周が整ったら厚みが結構あるので焼き入れ前に減らしておきます。焼き入れから帰ってきました。 HRC は62でした。60番のベルトで厚みを減らしながら包丁の側面の形を作っていきます。側面の形はいつも通り背側から緩やかに丸みのあるコンベックスグラインドにします。日本ではハマグリ刃と言われる形状です。火花が結構出ていますが、手で触れないような温度にはなりません。荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。片刃の和包丁よりちゃんと両刃を作る方が難しいです。ただ両面を削ったら両刃じゃなくて、切り込みや切り抜けを考えた機能する側面の刃を作るのが両刃を作る時の難しいところです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。硬度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。400番とか600番あたりになると鋼材の模様が見えるようになってきます。
600番で400番の傷を消します。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下地の研ぎが終わりました。表はこんな感じです。裏はこんな感じです。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を使います。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。ハンドルを作っていきます。口金の部分に黒い樹脂、持ち手の部分に青い樹脂、黒い G 点を青い樹脂で挟みます。青い樹脂と G 点を貼り合わせていきます。フライス板で包丁が刺さる部分の溝を掘ります。 D2 は錆びやすいのでハンドルに金属が露出しない構造にします。樹脂に書いた寸法にカットしていきます。大まかに切り取ったら台周を整えます。
半面の青い樹脂にさっき作ったハンドルを貼り合わせます。口金の部分を作っていきます。大まかにカットします。フライス板を使ってざっくり平面を作ります。ベルトサンダーでさらに形を整えていきます。刃に接する面は後で磨けないのでここで仕上げておきます。接着剤が固まったら半面の樹脂の余分な部分を切り取ります。ハンドルの形を作っていきます。この樹脂削ってるとプラスチック特有の匂いがすごくてちょっと気持ち悪くなります。ざっくり形ができたら真鍮のシュナイダーボルトを入れます。ボルトを接着して固まったら飛び出た部分を切り取ります。60番のベルトで形を整えていきます。ボルトが厚くなると樹脂が溶けるので少しずつ削っていきます。220番のベルトで60番の傷を消しながら丸みをつけていきます。400番のベルトで220番の傷を消していきます。
あとは同じ作業なのでバフ終わりまで。ジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。砥石のかかりは悪くないですが、1回で削れる量は少ない感じです。8000番の砥石で研いでいきます。最後に1番2000番の砥石で仕上げていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面仕上げにしました。溶かして混ぜて作る鋼材はもややムラやボツボツなどが多かれ少なかれ出ます。製鋼メーカーの技術によって鏡面の切れやすさは変わってきます。一部の鋼材は素で綺麗なものもあります。
峰と顎も鏡面仕上げです。ハンドルは青の樹脂を主体につけました。模様が綺麗ですね。試し切りしていきます。D2 は一般的なステンレス鋼材より切れ味と錆びやすさに関わる炭素量が多いですが、切れ味は普通のステンレス鋼材と比べて断然いいとかってことはないです。それなのに少し錆びやすいので、あまり包丁向きな鋼材ではないですね。 D2 は粉末鋼材版もあるので、いつかそっちもやってみたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。